では歌の解説3回目です。大きな夢を叶えてくれる。大きな夢を叶えてくれる。大きいっていうね、手話は、まあ、大きなトラックとかありましたね。でそれと同じ大きだっていう手話をちょっと頭の上でね、大きな夢、まあ、大きいっていう手話と夢っていう手話を、まあ、両手でやることで、まあ、大きな夢にっていうことになりますので、大きなっていうのは省いても構わないかなと思うんですけどね。一応両方使うと大きな夢をとか、あと大きな夢をずっと上でやってても構わないですね。あとは夢っていう手話だけで大きな夢をって表しても構わないです、ね、夢がこう大きいってことが見て分かれば OK です。大きな夢をで叶える。これは良い、じゃんけんグーで鼻の前で、これ良いっていう手話です。良いで成功ね、良いっていう手話そのまま手のひらに下ろすと成功っていう手話です。で叶えるっていう風に単語に、変えて表しましたので、大きな夢を叶えて成功してくれる。緑のトラック、笑顔と勇気、笑顔と勇気。笑顔はじゃんけんパーで顔のあたりでニコ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 ね、ニコニコって表してください。笑顔と勇気、さっきのね、大きいっていう手話、両手で大きいっていう手話をお腹のところでやると勇気、太っ腹の意味らしいんですけども、勇気、叶えてくれ、緑のトラック、笑顔と勇気、それを笑顔と勇気を乗せて走る、乗せて運ぶかな、運ぶドリーム号を。いつか大人になる日が来ると、いつか大人になる日が来ると、いつか大人になる日が来るとって本当にね、単語はたくさんあるんだけども、いつかっていう手話と、これ自分よりも将来、未来をこう表すね。今が今現在、これが将来、これが過去なんですけども、将来ってやりながら1,2,3,4,5って指を折っていくと、いつかっていう手話になります。いつか大人ね、頭のこう位置がこう、まあ、子供、頭の位置が小さいとここ子供、これがだんだんとこう大きくなっていく様子、これで成長するとか大人とかっていう手話になってるんですけども、いつか大人っていう手話にしてます。いつか大人になる日が来ると、いつか大人になって、未来を、ね、さっき言った未来を照らすことってやってもいいんだけども、未来を照らすことって、未来っていう手話だけで、時間をたっぷりとってやってます。未来を照らすこと、教えてくれる、その背中でお父さんが大好き、宮田運輸。はい、じゃあ3番目は
はここまでですね。じゃあまたねー。